なさんこんにちは、れいなです。今日は愛車紹介をしたいと思います。ここが私たちのレボちゃんです。スバルのレボーグ、はい、あちらはポルシェのマカンちゃんです。最近動画でレボーグばっか乗ってて、あれマカンさんジョースターですかっていうコメントがよく来てました。あるよ、ちゃんと可愛がって乗ってます。はい、気分によって車を変えます。ちなみに私はレボーグが大好きです。信じられないぐらい乗りやすい車で、赤ですっごいおしゃれでしょ。派手だもんね。派手だよ。じゃあまずレボちゃんから紹介しますか。 OK、 言ってた通りに私は車について何も知らないので、ちょっと見た目からしか話せなくて。顔が可愛いでしょ。顔が可愛いよね。他はここよくを見ると横車が汚いです。え、あれタカが洗ってないよっていうレナ社長のお気に入りの車でしょ。自分で洗車しないとちゃんと。まあこの車はめちゃめちゃ長いから本当にたくさんたくさん入りますよ。これ後ろ倒したらもう本当に人寝れるからね。寝たことあるの？寝たことはないけど布団引いたら多分寝れる長さ。座り心地めちゃめちゃいいよ。あ、シートのね、シートの後ろも前ももう完璧ですね、レボちゃん。そうレボちゃんね。ちなみに社長さん、はい、こだわりポイントはこちらのマフラーでございます。合ってる？タカのこだわりポイントはそこかもしれないけど、マフラーは車外のマフラー。タカのあの車の大事なポイント、うん、私と全く違います。運転しやすさが一番大事。でもタカは音。コメントでね来てたよ、はい、来てたの？あのいい音してますね、どこのマフラー入れてますかって。そういうのが話になるの？なる。男の人の間ではなる。特に親父の間ではなる。そうなんだ。はい、柿本のマフラー入れてますので、ぜひ柿本の柿本意味わかんないよね、ごめんね。じゃあ運転しましょうか。はい、エンジンをつけてちょっとこの辺一周して走りましょうか。この車は本当に運転しやすいからね。そうだよね、なんか気をつけて。何を気をつけるの？運転ブン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 だよ。ドイツ人こういうところあるからね。ハンドル握ったらさ性格変わる人っているじゃんレナその典型的なタイプだから。ちなみにレナのレボちゃんの運転する時のおすすめポイント、自慢ポイントは？まあその街の中で運転する時には本当に運転しやすいよ。あ、社長さん、こういうのがついててめちゃめちゃいいよ。後ろの人がかわいそうだけど前の車が走ったら教えてくれるし、あと信号が変わったら教えてくれるし、どんな人でも上手に運転できるよねそう隣に車がある時とかに色で光ってくれるとか、自動ブレーキもついてて、あの他の車とぶつけることもないよ。前も後ろも不可能だよね逆にね、この車乗ってたらね。この車しか運転できないよ。まあね、スバルはね安心安全なねアイサイトのシステムもついてるからね。そうちなみにさ、うん、スバルってさ、うん、ドイツでもさすごい認知されてるの？トヨタとか、うん、あとはマツダ？マツダねが多い気がする。だからスバルは少ないと思うよ。ひどいこと言うかもしれないけど、うん、それは日本の車のブランドの中で、うん、スバルが一番だと思うよ。そこまで評価してるんですか社長さん。いやもう本当にいろいろ乗ったことあるよ、ね、トヨタとか乗ったし、うん、レクサスとかも乗ったし、うん、ホンダも日産もマツダも何でも乗ったことあるけど、これだよ。もうスバル一押しだね。スバルだよ。いろんな安全機能がついてて、うん、それはドイツの BM とかも最近乗ったでしょ。乗ったね。でそういった機能がないとか、なんでスバルにあるけどドイツの高級車にないのって思っちゃうよ。あ、でもついてるよ。 BM もベンツもメルセデスもアウディも自動運転の補助運転とか運転支援か、はい、もうついてるよ。ついてるの？スバルが一番だよ。まあ、スバルのアイサイトに比べたらね。これに慣れたら他のは乗れないよって言ってるでしょ。はい、お気に入りポイント、中のあのレザーが赤いのがおしゃれだよ。そうだね、 STI はこの赤いレザーだからね。こっちのステッチとかも本当にスポーツ化的な感じはするよね、うん、これで。あとはこれだね、でっかいタブレットみたいなディスプレイがあってすっごい使いやすくて、一番いいのが、うん、この車に乗ったら、うん、顔で判断して、でウェルカムレーナーって書いてあって、ああで椅子も私の好きな設置される、うん、そういうのがなんかめっちゃいいよね。タカよりウェルカムしてくれるよ車が。車の方がレナ社長を愛してるというあれだよ、私は家に帰ったらタカに無視されるよ。もう車に乗ったらウェルカムレーナーって言われるよ。そうなの？そういうこと。だから愛車だよ、はい、
愛車だね、本当に愛車だね。ちなみにさ、逆にさ、はい、そんだけ溺愛してるさレボちゃんだけどさ、yes. 不満ポイントはないの？なんかこの車結構長いでしょ。長いね、本当にめちゃめちゃ入るというのがいいポイントだけど、ね、あの運転してる時に長すぎてちょっとあのどこまで車があるかちょっと分かりにくい。そういうことね。特に駐車の時とか難しい。まあ私駐車するのが下手だよ。自動駐車が欲しい、うん、あ、じゃあスバルさんにレヴォーグの新機能で自動駐車をつけてくださいって。お願いします。後ろに入れるとこれカメラがついててだいぶ助かるけど、あとこいつぶつからないからね。カメラついてるし、あ、柱に向かってバックしていくとで自動で止まるから。俺は一回事故りそうだったから、こ、ね、のレモちゃんに俺一回助けられたから。そうそう、あのもう一個の不満ポイントがあるかもしれないの、うん、これがいいけど、うん、もっと分かりやすいのが360度カメラでしょ。他のマカンとかにもついてる。そうだね、ドイツの高級車だと大体ついてるよね。ここにはついてないのがなんで。ここもスバルさんにお願いしたいね。お願いします。このままちょっとバイパスに行きたいと思います。ちなみにレナ社長は合流が大の苦手でございます。そうだよ、良かったことに車がなかった。自動にできないのかな。合流入れてくれる自動機能あったら確かに嬉しい ね。特に夜はめっちゃ苦手だよ。でもこの車高速道路走ってる時にウインカー出すと自動で車線は変えてくれるけどね。今は自動運転にして、うん、ここでね65キロに設定して、あとハンドルも自動でやってくれるよ。ハンドルと速度調整を全部アイサイト君が自動で支援してくれるから、はい、もうハンドルに手を置いとくだけだもんね。そう、50キロ以下だったかな、はい、そうするとハンドルから手を離しても OK。 だから本当に完全に自動運転だよ。そう、目だけ見ていかないといけないね、前を。だからよく考えるとそんな日本に細い道たくさんあるでしょ、うん、多いね。レヴォーグみたいなあまり横幅がない車がめちゃめちゃ便利だよね。帰ってきました社長さん、駐車してください。あのマカンちゃんの横に綺麗に駐車してください。未だに分かっておりませんよ、駐車の仕方ができませんよ。はい、気をつけてください。あのバックして何回か切り返せばいいんじゃない。ブレーキ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 、このまま見たら乗り上げますよ。チェックします。自信はありますか？ゼロ。自信ゼロ、チェックするね。はい、こちらすごい斜めってますよ。でしょうね。もう一回に対してもう一回合わせて30度。はい、社長さん結局僕がまっすぐにしました。撮影する前に、うん、ここでも駐車してて5回ぐらい切り返してたよね。スバルの開発の皆様、自動駐車機能をぜひレヴォーグにつけてください。つけてください。そしたら私たち次のモデルも買います。そうだね、はい、でもレヴォちゃん本当に大好き。大好きだね。はい、続いてこちらだね、ポルシェのマカンです。マカンちゃん、こちらも愛車ですね。ドイツ人だからポルシェ乗る夢が誰でもあるかもしれないけど、本当にこれ SUV でザ・ドイツ車って感じはしますよね。そうだね、黒なんだけどどっちかというと赤の方が好きです、うんうん、え、あ、そうなの。だからこれも赤にすればよかったなと思って。そうだね、赤あったね。スバルのレボちゃんの方が気に入ってる。なんか最初にこれを買ったでしょ、うん、でその後はレボちゃんを買ったでしょ、うん、で今はレボちゃんに全部の愛がいっちゃったから。まあ、確かにレナこれ一人で乗ることないもんね。だから俺がメインで乗ってるところもあるもんね、うん、だからこれが座り心地がめちゃめちゃいいっていうのが、うん、タカが運転してくれて、いい、ね、私は隣に座って、うん、あのぼーっとするのがこの車が最高です。マカのもう一個のいいところがお尻が可愛いです。ポルシェって書いてあるの。デイライト。カーンって書いてあるの。あとここがボタンがあってこれで開けるのがめっちゃいい。あとスペース。こちらも広いです。あとは部下のこだわりポイント。部下のこだわりポイントは何？マフラーです。え？4本出しでかっこいいね。別にどうでもよくない？大事だよ。そうなんだ。というわけで、あ、じゃあマカンちゃんでもちょっと試乗行きましょうか。ほとんどこの車乗らないから、まあ、乗るときは助手席で社長座りしてますもんね。あ、全然違う。ハンドル重た。いつもそんな重たかった？レボちゃんと比べるとだいぶ重たいね。もうだいぶ重たい。何ブツブツ言ってるけど、これブレーキ効きすぎるよ。知ってる？ポルシェのブレーキは宇宙一。あ、はい、輸入車あるあるだねこれ、はい、ウインカーが左、アクセルは右足。
それが反対だったらもうレナねパニックパニックだよね。無理だよ。一個いいところがあの、うん、上から目線になってるのが SUV のいいところ。うん。でも横幅がめっちゃあるからこの道なんか怖い。前から車が来たらもう何もできないよ。そこで止まるしかないねレナの場合。はい。あのレナ所長ブレーキめちゃくちゃ効くから、うん、レボちゃんの乗りでブレーキ踏むと、うん、急ブレーキになるからこっち。そうもう本当気をつけて。信号で青になりましたよみたいなのが教えてくれないのがちょっと。ああ今教えてくれなかったね。ねえ、まあ、それレボちゃんの特権ですから。そうだよ。ボートできないよ。そうボートするとね後ろからクラクション鳴らされるね。そうマカンちゃんのお気に入りポイントは何ですか社長さん。座り心地がめちゃめちゃいいよね。座り心地はいいね。シートは本当にシートはめっちゃいい。腰板の人とか特にね、ポルシェのシートはいいと思うよ。俺も腰痛持ちだけど、うん、すごい、うん、でもハンドルが重たいから筋肉痛になりそうな。そんな重たくないでしょ。これ鉛で使ってんの。よく考えると、うん、この車すごい静かだよね。静か、静粛性高い。外の音全然入ってこないもん。そう、入ってこない。まあここは静かな街だからかもしれないけど。コンビニ到着です。なんかマカの内装もなんかすっごい高級感もあるよね。ここのこれ全部タッチでできるようなボタン。ここで全部タッチパネルなんですよ。かっこいいよね。なんで半分デジタル半分アナログになってるのかな。アナログの方がなんかだいたい見やすいでしょ。社長はアナログ派。アナログ派かもしれない。昔人間ギャートルズだから。明るい時とかはデジタルディスプレイが見にくいでしょ、うん、ああそれはたまにあるね。でしょ。中途半端にするのがよくわかんない。あマカンの場合はアナログとデジタルのコラボレーションみたいな。一番右のメーターはデジタルだもんね。でこの中で一番意味がわかんないところは何だと思う、うん、意味がわかんないところ。意味がわかんないところ。自国ポルシェの車にモノモースケ。意味わかんないところこれだよ。時計。この時計は意味がわかんない。デジタルがこっちに書いてあるよ。うん。秒数がこのでかいのがなんで。じゃあこれあれだよ。俺もあんま詳しくわかんないけどレースとかに出るときに、はい、これでラップタイム測ってるんだと思うよ。トップウォッチみたいになってて。ストップウォッチじゃないけどね。ちょっとやり方わかんないけど、うん、普通の時計セットすると、うん、こっから上からスタートしてチチ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 チそれイメージした感じかもしれないけど普通のいらない時計だよ。ちょっとポルシェに詳しい方ぜひ教えてください。ここの機能一番好きなところはこれです。ポルシェ。ちなみにこれ皆さんがしてるかわからないけど、うん、これであのモードを切り替えれるのがこういうなんか回すボタンになっててノーマルがあってその次にスポーツモードがあってスポーツプラスモードのブーンってなるみたいな感じ。それさハンドルの底についてるからすごい操作しやすいよね。でちなみにレナ社長真ん中にロケットスタートボタンありますからね。それを使うのがちょっと正式名称わかんないけどこの真ん中にボタンがついててそれポチって押すとちょっと一回押してみて今あそこに見える20秒のカウントが出るんだよね。だから20秒間マカンのフルマックスのパワーが出る。フル出力が出る。高速道路とかでこう前に入りたいとかでなったら、うん、そう合流とか追い越しで使うとすごい便利。はい。レナはあんま使わない方がいいけどね。使わない方がいい。危ないから。はい、じゃあここからもう一回さっきのバイパス乗っていきましょうか。はい、出発です。マカのいいところが、うん、その安定感があってめっちゃいいよね。そう、やっぱね、こういう速度出すところに来ると本領発揮だよね。そう自動運転機能がないのがちょっと、うん、あともう一個、うん、この車何のオプションでもプラスでお金取ってるよね。いや、それで、ね、俺ドイツ人に文句言いたいんだけどねポルシェはさ、全てオプションじゃん。もう何でもオプションだよ。あの払わないともうほぼ裸の車が来るよ。そう。スバルは何でもついてたよ。最初からね。最初からもう何でも無料でついてくるのが最高だよ。今レボちゃん褒めてるもしかして。Yes。ちなみに高速すごい良かったじゃん。Yes。マカンのさ不満ポイントを強いて言うなら何かあるの？はい、いやこの車が全体的にでかすぎるよ。ごっつりした車だから軽自動車。出た運転しやすいでしょ。ちなみにレナ社長の一番好きな車はね軽自動車です。そうだよ、もう日本の軽自動車が神だよ。レナずっと言ってるもんね、はい、うん、軽自動車がいいってね。軽自動車が一番いいよ。ちなみに言うと長さで言うと多分レボーグとマカンは変わんないか、レボーグのがちょっと長いかもね、だと思うよ。でもこのなんか狭い日本の道、うんに合ってないよこの車。だから幅が広いんだよね。そう、360度カメがついてるよね。こいつはついてる。そう、こいつはついてるから駐車しやすい。
と言ってもそれでも失敗する。だレボちゃんと比べてマカンちゃんはその点は完全に勝ちだね。そうだね、焦らせてるよ。はい、ちなみにルナ社長またウインカーをパカパカするためにワイパーをぐんぐん動かしました。そう、ルナが運転するとマカンはジェットコースターになります。レボーグに乗りたいな。ドイツ人がまさかのレボーグ推しというね。そうだよ。ということで駐車場戻ってきました。はい、お疲れ様でした社長。慣れない運転ありがとうございました。しなくてもいい。ではでは、じゃあここに駐車場か。ほら360度カメラついてるからね、ここに。はい、まずはこう行ってでどうすればいいかわからない。はい、車を乗り捨てます。果たしてうまくいくのでしょうか。いや、行かない行かない行かない。ここでわかるね、もう斜めすぎます。はい、一応チェックしようか外で。自動駐車機能必須です。あー、ストップ。ぴったり。はい、ちょっと出てチェックしてください。はい、ビタビタです。3回でできましたよ。それが360カメラの効果です。はい、ビタビタまっすぐです。はい、さすがの360度カメラです。はい、そうだよ、はい、デナじゃなくてですね。というわけで私たちの愛車紹介でした。まあどっちかというともちろん両方が好きなんだけど、選ばなきゃいけないならこれを選ぶよ。レボちゃんですか。レボちゃんです。まあ安全機能とかね、運転支援とか考えたらもう圧倒的にレボちゃん。はい、あと値段とかでも考えるととかいろいろ。ちなみにマカンちゃんもめちゃくちゃいい車だからね。はい、もちろん。さっき高速で思ったけどね、やっぱり安定性抜群。助手席だった。そう、助手席だったら完璧。レナが運転してだったら私のストレスとタカのストレス。首取れます。レボちゃんかマカンちゃんかどっちか好きですかとか教えてください。そして皆さんの持ってる愛車は何の車か教えてください。それか愛車自慢皆さんぜひコメントに書いてほしいね、はい、それかなんかあの将来これを買いたいとかお金さえあればこれに乗りたいと か、うん、なんかういう社長お金さえ無限にあれば何乗りたいですか。ランボルギーニかな。ランボルギーニ好きですか。ランボルギーニ好き。それかフェラーリ。お、無限にあったらやっぱあれだね、もう 99% の人はフェラーリかランボルギーニだね。うう違う人がいましたらそれもコメントで教えてください。というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。